はい、どうもこんばんは、ティンです。というわけで、今回はですね、これを紹介していこうと思います。じゃん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 、よいしょ。はい、こちら、でででででででーん、スーパードラゴンボールヒーローズのカード組、イエイ。というわけで、こちらのカード組を今回開封していこうと思います。それで、ただね、普通に開封したら面白くないので、今日はゴリラが今これ持っているんですけども、ゴリラと対決しようと思います。で、まあ、多分今まで開封してきたこのドラゴンボールヒーローズのカード組と同じように、おそらく少しキラキラとめっちゃキラキラっていうのがあると思うんで、少しキラキラは1ポイントで、めっちゃキラキラは2ポイントで、まあポイント制で対決しこなや、え、はい、だって俺と対決すんねんな。そう、俺とな。うん、でもうめっちゃキラキラが当たが、めっちゃキラキラが当たっ、めっちゃキラキラが2ポイント、2ポイント、ちょっとキラキラが1ポイント、ちょっとでもキラキラが入っとったんやねんな。そう、ノーマルカード、ほんまにドノーマルじゃなかったらいいねんな、は0点。そうで、ちなみに、うん、今回この開封するのは、まあスーパードラゴンボールヒーローズで初めてのカード組なんで、ちょっと期待できますね。そうやな、どんなところが違うのかちょっと見ていこうと思います。あ、ちょっとパッケージ見ていい？いいよ。一番上にこれは孫悟空のスーパーサイジン3で、ね、ベジータで、悟空ブラックで、トランクス未来かな。うん、あれで、ね、もうアニメに出てきたやつだね。ちなみに後ろは、はい、鶴仙人、チャオズ、天津飯で、なんかいろいろあるね。こちら、あ、あぶね、向こう、怪奇王神、キャベで、キビト、買います。そして全然分からへん、こちらには怪王神ぐらいって分かる。こちらにはこれ誰や、5点かな、これ5点、孫5点で、トランクスゼノかな、トランクスかな、普通がいます。はい、こんな感じです。パッケージはじゃーん、スパーじゃじゃんじゃじゃーん、こんな感じです。お、かっこいい、かっこいいね。なんか今までとは違ってちょっとカラフルな感じがしますね。はい、こんな感じ。多分これはね、おそらくね、このね、トランクスのね、おかげですよ。ブルーだから、なんか今までにだいたいブルーって感じがなかったんだよね。まあでも、ブルーのゴッドのやつかなとかはあったんですけど、トランクスがね、こういう姿になるっていうのがね、ちょっとなんかかっこいいっていうか、なんかすごいね。うわ、なんか、うん、清潔感がある。じゃあ、待ってよ。何個入ってるか。ラインナップ的には、12種類。はい。で、ブラック動くっていうのがスーパーゴールド仕様のレアカード。おおおお。だからこれ3点にしようか。いや、あ、じゃあ2点にしようか。2点。で、孫悟空、ベジータ、トランクスの未来、これが普通のレアカード。うんうんうん。でこれが1点な。うん。で、あと海王神、キビとキャベ、トランクスゼノ、孫悟天ゼノ、鶴仙人、天津飯、チャオズ、これは0点。うん。まあ、ただ12種類で、これ今20個。とりあえずコンプは目指そう。多分できるはず。できるはず。一箱やからな。はず。はず。はず。うん。で、10枚ずつで、まあ、ゴールドゴッドが2点で、普通のレアは1点。ノーマルは0点。うん。いや、これってさ、うん、好きなところ選んでいていい？じゃんけんでしょ。さあ、最初はグー、じゃんけんほい。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。これで最後、はい、おい、やった、これでまたおやつが増えるぞ、グミ、イエーイ、いっぱいあるね。ちなみにドラゴンボールなんだろうか、ドラゴンボール、うん、俺の先行はこいつだ、全然わからない、ジルも一緒だ、よっしゃよっしゃ、
イエイパパです。よっしゃ、今から10戦すんねんな。うん、まず1個よっしゃ、負けた方また何かしようか。何する？ビンタンしようか。いや、ビンタは嫌や。これ2回目の対決やで。1回俺負けとうからな。何しよう、なんかない？いや、俺が負けたら思いっきりビンタしていいで。いや、絶対って言って、俺が負けたら、俺が勝ったら、俺が勝ったら、あの手置いて、頭に手置いて、これで俺、自分の手叩くから。思いっきり、うん、反動がすごい、重さだけくるから。あ、でも痛い。せーの、何？普通のやつや。俺キャベ天津飯。キャベ分からへんやろ。うん、分からへん。最新のキャラやから。分からへん。おー、なんかこれね、ちょっと待って、なんかね、全然見たことない効果で、はい、あ、そうなの。しかも、これちゃんとね、うん、スーパードラゴンボールヒーローズだから、ちゃんと違うカード、裏もこの前、普通のドラゴンボールと全然違う。いいっす、せーので、チャウス、キビチョ。待って、普通のやな、同点。12種類やから、まあ、12種類で20個あるからな。いっせーので、おキャベ、あ、来た、あ、うーわ、イエーイ、ベジータ。しかも俺キャベでかぶり、イエーイ、これで最悪。よっしゃ、1ポイント。いっせーので、チョス、へぇ、またかぶりやった俺。なに俺、うん、鶴仙人、それあれやろ、ノーマルやろ。マジ俺なんかかぶりばっかりやん。あ、これ一味使える。しかも俺がチャウス2個目って。3、2、1、ゴール。まだ天津飯でしょ俺。なんだ、え、まだかぶってない、綺麗にかぶってない。待って、俺天津飯とチャウスやで。天津飯、天津飯、チャウス、チャウスやで。一斉ので、はっ、おかぶって、最悪。え、ま、やばい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 、待って、これなし、最悪。これ向こうにしよう。これアリにする？アリでいいよ、レアやもん。え、意味わかん、これマジコンボできへんのちゃん。え、ちょっと待って、やばくない？これ2枚目っていうことは、なんか枠とかあったの。しかも俺まだかぶりちゃん、ゼロ持っとったよ。持っとった。え、ってほんま買ったな、ほんだ。どうもあるやろ、どうせ。せーの、おいでやー。やったー、ゼロやった、まだゼロやし。あれ、なんか違う、これと、あ、一緒や、かっこいい。ちょっと待って、一回整理しよう。俺ん中やったら1、2、3、4、5、6種類。ほら、見事なこのかぶりばっかり。ほら、2枚、多分俺次キャベでんで。待って待って、これさ、うん、これ四つ星のトランクスと同じ効果。あ、マジ？しかも多分、まあ能力的、この、あ、このまあ、ヒットポイント、パワーガードとかは四つ星よりも低いかもしれないけど、ロックオン、ロックオンが強いよ。超強力な気力ダメージを与える一刀両断やって。しかもエリートめっちゃ使える。あ、そうなの。うん、使える。これな、今何種類持ってたっけ。6種類。2、3、4、5、6種類。にチャオズと天津飯とやろ。うん、で出てる出てるやろ。ってことは今8種類やろ。今現在8種類出たもんだよな。うん、あとコンプまではあと4種類、全12種類で、今6つある。やばい、待って、これやばいぞ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 。一斉のーで、あ、あ、あ、これはレアや、レアやな、そうレアやな。しかも被ってないな。一斉のーで、ほい、あー、やばい、被った、やばい、待って。俺もトランクス未来やで、一応レアやけど。俺も孫悟空、よっしゃ。え、待って、ちょっと待って、今出てないの、確認しよう。トランクスゼロと悟空ブラックやったら一番いいね。ああ、なるほどな。うん、そう、ダラダラしてるから、確かにダラダラ。あ、合うっすよね。3、2、1。あ、赤い用紙出てなかった。あ、よかった。しかも、でもレアやな。レア、しかも3枚目。ほんまやな、ベジータ3枚目や。うわ、マジ、てかクソボックスや、クソボックスや。うわ、やな、これ痛いな、マジかよ。
え、もうさ、俺の中でやったらさ、もう昆布角でやったのに。なん、そうやろ、その昆布角でやった、思っとったやろ。あのワンボックスで昆布できると思っとった。今までできたもんな、ほぼ、うん、マジ。これのね、まあ強い点はね、このスーパーエナジーで、まあ2ラウンド目以降アタッカーにすると、自分チームの攻撃時にスーパーエナジーモードに突入して、忌難で敵に大ダメージを与える。その忌難っていうところもいいんですけど、さらにまあその大成功したら、まあ、大成功したらなんですけど、スピードをこの永続で超速くする、永続で超速くするっていうのがいい。だから実際相手はコンピューターじゃない時とか対戦する時とかにめっちゃ速かったらやりにくいやん、チャージも、うーとか、ああいう時に使える。でも普通のこの普通のアビリティがちょっと弱いかな。うん、はっつきベジータです。で、まあこれはスピードカプセルかな。はい、まあさっきと同じような効果ですね。はい、あ、でもこの自分チームと、まあ、敵チームのそのカプセルを投げることによって、まあ、効果が違うんですけど、さっきの悟空と同じようにこのチャージインパクトスピードに関わるアビリティですね。自分チームにこのカプセルを放り投げたら、自分のチャージインパクトスピードが遅くなる、よってパーフェクトなどを出しやすくなる。で、敵チームに投げるとチャージインパクトスピードが永続で速くなる。これはね、強いよ、かっこいいしね。まあとりあえず罰ゲーム受けるわ。なんやろな、あれかな、なんかあのあれやな、買っても喜ばれへんやつやろ、一番に出てないし。うん、いいよ。え、効果知らんもんだって、調べたら分かるけど、いいかっこいいし。目つぶとこ、こいつ来てもいい、いくで、うん、あっ、あっ、孫悟空2枚、でベジータ3枚、で最後のキラのトランクスの未来。